ロバート・ジョセフ・コックスは、アメリカ合衆国オクラホマ州タルサ出身の元プロ、野球選手、元プロ野球監督。1959年にロサンゼルス・ドジャースと契約。メジャー昇格20年近くを要し、選手としては1968年、1969年の2シーズン、ニューヨーク・ヤンキースでプレーし、220試合に出場したのみに終わった。引退後は、 ヤンキース参加のマイナーチームでコーチを務め、1976年にサンエ a シュラキュース監督に就任。ロンギドリー、テリー・ウィットフィールドラを用してガバナーズカップを受賞。1978年にアトランタ・ブレーブスの監督に就任。当時チームはどん底の状態で最初の2シーズンは畜細会に終わり、結局4シーズン務めて、 勝ち越しは1980年のみで解任。1982年にトロントブルージェイズの監督に就任。初年度は6位であったが、2年目、3年目にいずれも89勝を挙げ、4年目の1985年には99勝を62敗を挙げ、チームを球団創設以来初の地区優勝に導く。この年より7回先制となった、あ、 リーグチャンピオンシップシリーズでは、カンザスシティロイヤルズを3勝1敗と追い込むが、それから3連敗を喫して、ワールドシリーズ進出を逃すと、解任された。この年はリーグ最優秀監督賞を受賞。1986年に、ブレーブスにゼネラルマネージャーとして復帰。チームはこの頃再び低迷していたが、ロンガントや、トム・グラビンらの若手選手の成長や、若手ジョン・スモルズ、 ベテランチャーリーリー・ブラント、ロニー・スミスラをトレードで獲得。1990年途中に GM 兼任の監督に就任。この年は最下位に終わったが、後に看板選手になるチッパー・ジョーンズをドラフト全単1位で指名するなど、将来の基盤を固めた。不審が続くベテランデール・マーフィーを放出し、デビット・ジャスティスをライトで起用して、新人王受賞の活躍を引き出すなど、 徐々にチームを強化した。1991年には監督専任になり、前年最下位のチームを一気に地区優勝に導く。前年最下位のチームの地区優勝はメジャー史上初であった。NLCS でも東地区優勝のピッツバーグパイレーツを破り、ワールドシリーズに進出。ミネソタツインズを最後まで苦しめ、3勝4敗でワールドチャンピオンを逃したものの、自身は、 最優秀監督賞を受賞した。1992年にも地区優勝し、NLCS でも再びパイレーツを破るが、ワールドシリーズではかつて監督を務めたブルージェイズに敗れた。1993年は地区優勝するが、NLCS でフィラデルフィア・フィリーズに敗れる。1994年、地区再編に伴い、東地区に編入されるが、 この年は50日間に及ぶストライキでシーズンが途中終了し2位に終わった。1995年は90勝54敗の成績で地区優勝。この年より2005年まで11年連続で地区優勝。プレーオフを通じて11勝2敗の成績でチームをミルウォーキー時代の1957年以来38年ぶり。 アトランタイテンを初のワールドチャンピオンに導く。1996年もワールドシリーズに進出。ヤンキースと対戦し、1.2戦を連勝するがそこから4連敗して2年連続ワールドチャンピオンを逃す。その後は、前述のように2005年まで毎年地区優勝するが、ワールドシリーズ進出は1999年のみで、他は NLCS または NLDS で敗退。 なお、2004年、2005年には、最優秀監督賞を受賞している。2006年は1990年以来の勝率5割未満で、畜産3位に終わる。審判に説明を求めるコックス。この後退場処分となった。2007年5月12日に、監督通算2195賞を挙げ、レッツとタイガースの名称スパーキー・アンダーソンを抜き、メジャー歴代4位となった。 8月14日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、通算132回目の退場処分となり、20世紀初頭に、この日の対戦相手、ジャイアンツを率いたジョン・マグロウの通算記録を抜き、メジャー史上最多となった。2010年に退任するまで、通算158回に記録を更新し、ギネス世界記録に認定されている。9月5日には、 史上6人目の監督通算4000戦線を達成。この試合は勝利で飾った。2010年シーズン初頭に同年をもって監督を優退することを表明し、同年を最後に監督を優退。ブレーブスにおいて25年にわたる監督としての勝利数は2149勝を数え、ブルージェイズ在籍時の勝利数を加えた通算勝利。 敗戦数は前日の通り歴代4位の2504勝2001敗で、コニー・マック、ジョン・マグロー、トニー・ラ・ルーサに次ぐという堂々たる記録である。コックスのブレーブス在籍時の背番号、6。アトランタ・ブレーブスの永久決番に2011年、指定。優待の翌2011年、アトランタ・ブレーブスは、コックス在籍時の背番号、6を、 永久決番に指定することを発表し、同8月12日に決番表彰式が行われた。ブレーブスにおいて、監督として決番に指定されるのはコックスが初である。2014年、ベテランズ委員会の選考により、アメリカ野球殿堂入りを果たした。モーストイジェクションスイン、A メジャーリーグベースボールキャリア。ギネスワールドレコーズ2014年3月6日、閲覧。ただし、 ラルーサは、コックス退任時はまだ、セントルイスカージナルスにて、監督在任中で、翌2011年に退任した時の通算成績である。1981年は50日間に及ぶストライキのため、シーズンが全後期に2分された。途中就任の1990年の順位は最終順位。1994年はストライキでシーズンが中断したため、 順位は暫定。ありがとうございます。